でもミナちゃんがお前を引っ込んでしたで、どうだったの？とにかく、そうちゃんは、あの、病皆さんこんにちは、そうチャンネルです。そう太郎です。イエーイ。今日はなんとですね、スペシャルゲストにお越しいただいてます。高木万平くんです。どうもー。イエーイ。万平です。全然スペシャルじゃない、純レギュラーです。イエーイ。今ちらっともう映ってましたけど手が映ってるね映ってましたけど、本当のスペシャルゲストをお呼びします。激イエロー福井美奈ちゃんです。よいしょ。どうも、激イエローの福井美奈です。純レギュラーです。純レギュラーが増えた。めちゃくちゃ大変よ。大変だよ。純レギュラーで、いや念願でね、いつも呼んでくれないんですよ。なんかあの、こそこそ2人で仲良くしていつもはみごにしてくるっていう、なんか忙しい、いじめ、いじめを受けている感じで。今日もね、皆さんが、はい、あの出たいって言ってくれて、そう出たいんだね、皆さん。何回かね、何回か言ってね。そう今日もちょっと若干無理やりで、今日、あのね、あの、みなちゃんがあのおしゃれなカフェを予約してくれて、でそこでご飯食べてたんですけど、え、なんとみなちゃん、あの、僕が今度絵本出すということで、おめでとうございます。その、お祝いのご飯だった。そう、ここに写真、はい、これいただきました。すごい、びっくりした。びっくりした。で、本当は天気が良かったらそのテラスの席で撮ろうって思ってたんですけど、あいにくの、あいにくの、雨男万平くんの雨男なんで、昨日まで、ね、めちゃめちゃいい天気だったんですよ。そうなんです。そんなわけで急遽場所を変えて撮ってます。はい、ありがとう、みなちゃん。いやー、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりだね。いやめちゃくちゃ久しぶりだね。たまに会ってんだけどね、みんなでも、ね、まあまあまあね、たまに、ね、タイミングの時にね。うん、お前久しぶりだろもうこの流れで俺に来るんだよね。自覚ねめちゃめちゃ近い。何すんの今日は。はい、せっかくみなちゃん来てくれたんで、みなちゃんに罰ゲームをしてもらいます。でいきなりひどくないですか。集まったら集まったでめっちゃいじめてくるのね。みなちゃん多分二度と出ないと思う。本当だよ。純レギュラーです。純レギュラーですか。まあ、激レンジャーの思い出話とか聞きたいね。聞きたいよ。どうなの第一印象とか。そうちゃん、うん、全然印象違う。第一印象。第一印象どんな感じだったの？そうちゃんさ、第一印象って初めて会ったのってさ、うん、なんか川辺でさ、川辺だったっけ？違う？そうだ、ランちゃんが、うん、とトレーニングでランニングしてる。そこに、さすが。ケンが記憶力いい。そうなんだ。なんかケンがこうレギュレンジャーに加入するみたいになって、最初さ、こうトラックでさ、暴走してブルーをなんか引き飛ばそうとしたりして、で。え、こいつが新メンバーみたいな感じで受け入れてもらえない感じだったの。でもみなちゃんがお前を引っ越そうとしちゃった。逆俺がお前を引っ越そうとした。ヒーローとしてあるまじき行為だ。違う、ジャンが、ね、ジャンがメンチカツをなんか奪うから。メンチカツ、ね、メンチカツ、メンチカツ、うそ、自分の大好物を。違うイントネーション間違えてるやん。どっちかっていうと、だって今メンチカツって言ってた。メンチカツだけど。メンチカツだよ。メンチカツ。違うと思う。メンチカツだよね。メンチカツ。ケンの大好物なんだから、ケンのイントネーションでよくない？いや、ダメだよね。今発覚したね。どうせめっちゃ間違えてた。メンチをジャンが奪ったから。そうなの。追っかけてたんですよ。追っかけてトラックで。待て、返せ。そう、返せって言ったら、来たんだよ。来て、で、みんな返信してたのね。そこになんか突っ込んでくるみたいな。そんなみなちゃんと初対面。別でその一件があって、うん、激レンジャーに入りたいけど認めてもらえないから、うん、認めてもらうためにみんなと仲良くなろうみたいなくだりがあった、うんうん、例えばあの万平列と郷は列が郷の絵を似顔絵を描いてるところにバッて行って、うん、似顔絵にひげを足してひげ、うんうん、仲間だねみたいな、で列と郷ドン引きみたいな。で、ランちゃんのは、ランちゃんがこう、走ってるところに僕も行って、なんか、なんだろう、なんかとりあえずまた嫌われるみたいな感じだったんだけど。嫌われちゃうんだ。そう、これ、でも、全カットだった。え、
そうなの？結局使われなかったんだっけ？本編ではそのくだり使われてないんだよ。え、俺なんだ。そうあったっけなとか思って。ね、だからね、みんな知らないはずこれ。そうなんだ。本当にそこでみねちゃんと初めて会って。そう。どうだったの？どう思った？いや、なんか自分より年上だと思った。シュッとしてたし、してたなんか慶応ボーイ。っていうのもなんかちょっと事前情報で聞いてて、なんかねインテリっぽい感じっていうか、あ、なるほどね、そうちょっと近づきがたい感じのって思ってたの。そうそうなの。そう、実際は実際はですね、とにかくしょうちゃんは病弱本当だよね、みなちゃん、ありがとう。ね、激レンジャー1位、病弱な。本当にそう。病弱だった大丈夫かなって。すぐ病院行ってたよ。みなちゃん、思ってたの？なんで？帰ってよ。言ってないじゃん。言ってない。なんか、大体お腹壊してるイメージあって。そうだっけ？分かんないよ。お腹痛かった。お腹痛いって言ってた。病弱やろう。病弱やろ。多分考えてた答えと違ってる。違った、ごめん。どういう感じで。本当なんか愉快で。でもそう、優しい。そうじゃん。とかと思ったら、病弱。病弱。そう、だって、何一緒にいる期間が長ければ長いほど、どんどん、しょうちゃんの病弱ぶりが心配になるから、大丈夫かなと思って、もう。そんな。すごかったよね。病弱で思い出したんですけど、僕とリヒ君と川野君とメンバーに初めて会うみたいな前、撮影の前に、映画の打ち上げがあったの、劇レンジャー。で、僕とかリヒ君の出てないんだけど、打ち上げには呼ばれたの。中打ちみたいな、そこで初めて紹介するねみたいな。って言ったら、まさかの劇レンジャー、レッド、ブルー、イエロー、全員病欠。まあしょうがないですよ。なんかインフルとかそういうのにちょっと流行ってたんだよね。なんだったっけな。とにかくなんか高熱が出ちゃったみたいな。とにかくちょっとまあそのパーティーには出られる状態じゃないっていうんで、まあ残念だけどヒーローの3人は会えなかった。全員ないっていう。申し訳ない。荒木君とゆかちゃんっていう敵の人たちと、あ、どうもみたいな。今度戦いますみたいな。お願いしますみたいな。仲間はみたいな感じで。でも、ね、後から聞いたんですけど、まあ、しょうがないじゃないですか、病気で来れないって。したらレッドとイエロー、ズッキーとミナちゃんはもう完全に病気痛い。どうやら満点は何ともなかったの。何ともなかった。絶対言うのピンピンしてたのにレッドとイエローが来ないから自分もなんか病気だって言い張ってインフルだって言い張って来なかったってこの前聞いたよ、プロデューサーさんに。みなちゃんとズッキーに悪いなと思って。ね、やっぱ悪口はやめようね。やめよう、もうすぐね、悪口どうしてよね。お前劇チェンジャーめっちゃ臭かったよ。悪口じゃん。悪口じゃん。やめようね。あれもらってもらった。もらった。あ、そうだよね。どうしたあれ。ある家に。ある。もらう。どうした。ある。お前ないよね。お前。なんで言うの。俺のチャンネルで嘘つかないで。ちょっと待って。なんか汗だくなんだけど。でもさ、なんか当時さ、ジャケットの色がさ、ちょっと違ってさ、ちょっと変えようとか。やってたよね。やってた。そう、やってたのよ。あの子たちが入る前に。めっちゃ怒られたんでしょ、めっちゃ怒られためっちゃ怒られたよね。よく覚えてるね。すっごい怒られて、そうそうそう、めっちゃ反省した。そうだ、怒られたわ。衣装が遊ぶなそう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 。でもさ、思い出したんだけど、プロデューサー来てなかった。プロデューサーはいいの。いいんだ、そっかそっか。うん、だからそうだよね、生みの親だもんね。そうそうそう、本当はあっちが良かったなとかあるんだっけ。生みは何色が良かったの。うん、本当に先生はイエローか。イエローなんだ。マジでも、ブルーとかいい役だよね。ブルーいい役だよね。
いいよね、美味しい役だよね。美味しい、うん、本当、美味しいよね。美味しい役だよね。本当クールキャラで、うん、でもさ、後半さ、なんだっけ、ファンタスティックやってたじゃん。最初めっちゃクールだったじゃん。ジャニーさんが動いてる、ジャニーさんがやっててさ、カセやってみる、やったじゃん。うん、後半さ、ニニさん全然キャラ変わってんの。ニニさん、ニニさんどこ行ってたんだよ。ミラちゃんとね、あれなんですよ、全部撮影が終わってファイナルツアーも終わった後に、うん、遊園地でショーがあったの、2人で。そう、そうなの。ミラちゃん覚えてないぞ。ちょっと待って、どこだ。読売ランド県で、読売ランドでショーやったの。そう、ヒーローショー。ヒーローショー、妙に気合い入ってて、うん、後からなんでって聞いたら、うん、年下のソウちゃんと2人で不安だから私が頑張んなきゃと思った。嘘、そんなこと言ってた、うん、安心が一つもなかった。ミラちゃんの安心が、なんて失礼なこと言うんだろうね。私がどうにかしなきゃこの店と。そう、でもね、そいつと2人ではお客様を沸かせられない。私が頑張らねば。マジ、いやでもそんなこと言ってたんだ。そうそうそう、でもソウちゃん末っ子だから、私長女なんですよ。え、そんなこと言ってたんだ、覚えてないな、まあ、何してる。盛り上がった。激レンジャーだー、うわぁ。どうしたの。こんにちは。激レンジャーってなるでしょ。なんか質問ある人。え、マジでそんな感じだった。そうだあ、びっくりした。ちゃんと盛り上がった。大盛り上がりですよ。そうちゃんってさ、どうやね、激レンジャー愛。いや、もう大好きですね。いや、すごいよ、15周年やで。そうやで、こんなことになるとはね。どんなこと。いや、なんかこんなさ、ね、話ができるようになってるとはね、嬉しいですなっていう。そうですね、ちゃん来てくれてよかった、ね、いや、本当だよ、全然呼んでくれなかった。確かに、ひめちゃんと LINE で喋ったり、別件でね、喋ったり、電話でこう喋ったりしたときに、うん、ちょいちょいちょっと、YouTube チクチクいつ撮るのみたいな。マンペット最近あった？ひめちゃん、撮ったの？めっちゃ聞いてくるやん。次呼んでね。って言ってくれて。本当に YouTube、 いや嬉しいです。 YouTube 上がっちゃう、大丈夫。え、全然大丈夫、うん、なんかファンの皆さんに一言、いやなんかそう、なんかほらね、インスタもやってるけど、みんなさ、やっぱ激レンジャーのね、時代のファンの人がまださ、すごいね、コメントくれたりとか見てくれたりするのがすごいやっぱ嬉しいなと思って。ありがたいよね。そう、なんか嬉しいね、うん、多分見てくれてる方も激レンのファンが多い。いや、そうだと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。激レンジャー元気です。頑張りましょう。なんとなんと、福井美奈ちゃんがソーチャンネルに遊びに来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございました。念願のソーチャンネルに出られて嬉しいです。皆さん絵本買ってください。優しい。お願いします。ありがとうございます。お願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンお待ちしてます。よろしくお願いします。日々これ精進。己を磨く。オネストハート。激レア。